続いて第2ステージは紬男性合唱団によります笑って泣いて男性合唱と題しまして、アラカルトステージを指揮北島大輔、ピアノ牧野みどり、ギター奥田優馬で演奏いたします。第一ステージ女性合唱はお楽しみいただけたでしょうか。はい、ありがとうございます。第二ステージはですね、今までの女性合唱無伴奏とは打って変わって、ピアノ付きあるいはギター付きの、男性合唱、コテコテの男性合唱をお楽しみいただきたいと思います。笑って泣いて男性合唱というふざけたタイトルがついておりますが、今から演奏するのは、我々が感動して泣けるような、ポップスを男性合唱にアレンジしたものを4曲、聴いていただこうと思ってます。唇に歌おうという映画がつい1週間前に公開されたかと思いますが、ご覧になられた方もいらっしゃいます？ありがとうございます。ちょっとパラパラでしたけど、それの主題歌でもあります手紙、背景15の君へというアンジェラ・アキさんの、曲ですね、代表曲を、これから男性合唱にアレンジしたものを演奏いたしたいと思います。この曲はもともとは、NHK 全国学校音楽コンクールといういわゆる合唱コンクール、 NHK の合唱コンクールがあるんですが、それの中学校の部の課題曲として、作られた曲です。でそれが今回、その唇に歌おうの映画でもう一度、再ヒットしたというようなことでも有名かと思います。では、今日は男性合唱のアレンジということで、北川昇さんによるアレンジの作品を、第1曲目に演奏いたしたいと思います。どうぞお楽しみください。背景の手紙
ありがとうございました。さて、次に演奏しますのは屋敷鷹人さんが歌われた、あんたという曲、です。屋敷鷹人さんっていうと、特に若い方にとっては、そこまで言っていいんかいとか、そういうテレビ あのタレントとしての顔がすごく強くて、歌手ということを知らない方ももしかしていらっしゃるかも分かりませんが、なにわ大阪を代表する、歌手ということは、特に、年齢の高い人にとっては特に有名というかよくご存知のことだと思います。昨年亡くなられて、惜しまれつつ亡くなられましたけども、その、屋敷鷹人さんが最も大切にされてたと言われている曲がこのあんたです。ゆえんはその一人目の奥さんですね、のことを思って、この曲を作られたということでした。それで涙を流されて、あのレコーディングが何度も止まるというようなエピソードがあったというふうに聞いております。では、この屋敷鷹人さんのあんたを男性支部合唱にアレンジいたしまして、ギターのアレンジの方は、男性のメンバー、バスのメンバーの、奥田君にお願いをいたします。演奏も奥田君にお願いいたしたいと思います。ではどうぞお楽しみください。
次に、あと2曲残すこと2曲となりました、夢を諦めないで、少し古い曲かもしれませんけど、もともと失恋ソングとして、書かれたそうですけれども、その後その人生の応援歌、応援ソングとして、すごく大ヒットした、曲です。そして4曲目は花、花というといろいろな花がありますので、どの花の曲なんだろうというふうに、思われるかもしれませんけども、沖縄を代表する歌手喜納昌吉さんが手掛けられた花、おそらく、一度メロディーを聴いていただければ、あの曲なのかというふうにお分かりいただけるかと思います。2曲続けて、お楽しみください。